水平性眼神眼球振動は自分の意志とは関係なく眼球が動く現象。病的なものと生理的なものがある。一般的には眼神と略して呼ぶことが多い。眼神は眼球の不随意的往復運動で様々な基準で分類される。眼球の往復運動の様式を基準にする場合には、に分けられる。衝動性眼神の緩やかな層は、 眼神感助症と呼ばれ、比較的等速度で通常は病相側へ変異する。早い層は眼神急速症と呼ばれ、脳幹毛様体はじめ中枢がむ運動系の機能により中央へ向かう、非等速運動を示し、振幅が大きくなれば最大速度も上がる。正常な場合は30度の振幅に対し400秒から500秒前後だが、意識の状態により差がある。 この急速症の方向が衝動性眼神における眼神の方向とされ、両層は常に共に現れる。眼神の方向を基準とすると、に分けることができる。水平性眼神は、自発性のもの以外に、温度眼神検査や、死運動性眼神検査などでも誘発できる。垂直性眼神において比較的頻度の高い、下眼圏無気眼神の病巣極在診断は、部脳幹とされ、 アーノルド・キア・リキ系、脊髄症の変性症などで認められる。回線性眼神は、下部脳間、特に前提神経核の障害によるとされる。自発性を基準とすると、に分けられる。自発眼神は、末梢、中枢いずれかの前提系が障害された場合に、起こるが、末梢前提系の障害によるものでは、多少のめまい感を伴う。中止眼神は、正面中止。 左右速報中止、情報中止、下方中止のいずれでも認められる。中止眼神において比較的頻度の高い、左右速報中止眼神は、右方中止時には右方へ、左方中止時には左方への急速症を持ち、末梢前提系の障害では見られず、小脳や脳幹をはじめ中枢神経系の病態で現れる。また、左右速報中止眼神の検査では、 正面視から30度速報中止で眼神が認められるか否かを基準とする。30度以上速報中止では極位眼神が一過性に現れるが、この場合は病的な意義づけがない。以下の項目では病的化、生理的化を基準に病的眼神と生理的眼神に分けており、さらに発生時期を基準にした場合には、時節の先天性眼神、後天性眼神のように分けられる。 目、脳、神経系統の病気が原因となって眼球が動く。他人からは黒目の部分が震えるように動いたり、回転しているように見える。一般的に先天性の場合が多い。先天性眼神は生来、もしくは生後感もなくから現れる自発眼神の一種で家族的に発症することがあり、水平性のものが多い。臨床的には目まいや平行機能障害、 その他の神経症状を伴うことは稀である。感情症、急速症の速度差が比較的小さい振り子様眼神であることが多い。中止によって強まり、閉眼により抑制されることを特徴とし、死運動眼神検査で、倒作現象インバージアンを伴う。後天性眼神のうち、末梢性眼神は内耳の障害や視力障害によるものである。一方、 中枢性眼神は、中枢神経系の病変によるもので、前提神経核、打ち束、重足、脳幹応用体など、また、小脳の特に、小中部に障害があるときに認められる。眼神の治療は、原疾患の存在が明確である場合には、その治療を行う。先天性眼神の衝動性眼神において、眼神が消失もしくは警戒する、精神を持つために、 遠い以上を伴う場合には精神を正面に修正する手術を施す。一時的に眼神を軽減させておくにはプリズムが用いられる。いわゆる目が泳いでいる状態で極度の緊張状態の時に発生する。緊張状態が解けることにより眼神も収まる。例えば電車に乗っている際に窓の外を見ている状態において生じる。この場合は鉄道眼神といい。 電車の進行と同方向の急速症と反対方向の感情症を持つ。同じように、死運動性刺激により現れる眼心を死運動性眼心といい、水平死運動性眼心では、端部脳幹が垂直死運動性眼心では、中脳がその発言に関係している。したがって、脳幹や小脳の機能が低下している際には、この反応が鈍くなる。 ありがとうございます。